これで見ましたかね。ちょっと今配信画面が最初おかしかったんで、何度かリロードしたら直りました。こんばんは。そう、白樺高原輸送ステルです。蓼科白樺高原輸送ステルです。エンジェルズリーパー。さっきまでですね、同泊の人、他に3人いるんで、その人たちと飲み会って、私はコーラなんですけど、飲み会やってたんで、で、北海道の話とか旅行の話とかずーっとしてました。かなりみんな似たような経歴というか旅行歴なんですよ。竹山してる。じゃあ、ですね、昭和のスリッパ。私はここに10年前泊まり来ました。ここ、直営だからオーナーさん変わってるのかな。いや、そんな大したことないですよ。だってほら、実質、私が使ってるのはコンセント、どこ映ってる？バンピシャツ、コンセントが、私のこれ、分岐です。で、USB 充電器と、外部バッテリー充電器の、これしか使ってないです。たったこんだけ。まあ、その先がいっぱいあるだけで。もともとの方はそんな使ってないです。で、ですね、ここはですね、今、秘書に来てるんですけど、あ、そっか、次回見せりゃいいか。私は今日、ここ、一人部屋になってます。一人旅の人、もう一人いるんですけど、部屋まとめられなかったですね。寒いんで、フリース長袖なんですよ。はっきり言って寒いです、この辺り。今外に出たら結構寒いと思う。はっか。相変わらずでしょう。いや、そう思ってないけどな。あ、しんさんおはようございますじゃないよ。こんばんは。避暑地なんですけど、寒いんですよ、今日。天気予報が外れて、天気悪かったんで、ずっと曇ってたんで。いや、髪型ずっと一緒ですよ。特に何も考えずに、真ん中を消してるだけっていう。今夜の、あ、でですね。パワーポンド。あ、これですかね。そうかな。あー、どうだっけ。自転車はですね、じゃあちょっとそのあたり見せましょうか。ここは今無線 LAN 使えるんですよ。あ、電気消えたか。ちょっと待ってくださいね。いや、別に今日は仕込んなくたっていいじゃないですか。一泊ぐらい。我慢しろよ。ちょっと待ってください。今、公共エリアに出ます。暗っ。今ヘッドセットです。お、よくわかりましたね。あ、ゆえさんこんばんは。これが今公共エリア。さっきここで皆さんで飲み会やってたんですよ。なんて。普段にみんな面してます。もうセミ、いや、セミは鳴いてなかった。いや、なんかカルゼミっぽいの鳴いてたんだっけ。豪華、晩ご飯前来た時より絶対これグレード上がってると思う。で、さっきまでここで、見づらいな、大学生の部屋によく書いてある、ガラス張りの金属フレームのテーブルでございます。さっき消灯したんですね、11時頃に。ぴったり11時かな。で、いない。豪華でしたよ。うまかったですよ。ステーキはまあ肉はさすがに柔らかい肉ではなかったんですけど、あ、自動ドアだからパンかな。あ、開いてる。暗い。あ、着いた。いや、外じゃなくて、ここに置いてますっていう自転車見せようとしただけなんですよ。ちゃんと明かりがつくんだな、ここ。人体センサーで。温度センサーかな。明日はですね、曇り予報なんですよ。で、レンタル自転車だと思うんですけど、こっちは。一緒に置かせてもらってます。で、さっき外雨降ってたらしいんで、で、一人旅のバイクの人の方は今外でバイク濡れちゃってるらしいんですよ。という話を聞いて、この中に自転車入れてる私が優越感に浸るのはすごく汚いですね。ひいきとは？高い自転車に、これ10万ぐらいですね。10万ちょい。駐輪場に保管は、本当にそれは、運って感じもしますけどね。ハンドル結構高いんですよ。あれでも低くしてもらいました。荷台が。荷台ついてるとかっこよくないですか？磨け。10万も。マウンテンバイクはですね、今、てか自転車って昔に比べると、値段に対して、ね、ついてるパーツのグレード名が下がってて、多分機能上がってるんだろうな。低いグレードでも機能高いんだと思います。自
自転車、私はどんぐらい乗ったっけ、最初のやつ。全くそれはね、乗り方によるとは思うんですけどね。さっきの MT キャンピーです。よくご存知で。MT キャンピーはですね、信頼性とともになかなかお高いんですよ。あれ、キャリアだけで1万ぐらいしますよ。値段自慢してるのかっこ悪い。女呼びよ。女はですね、一応ここは観光地ではあるんだけど、あるんだけども、2、3万、そうですか。ちょっと、明日の予定とか何も決めてないんですけど、1泊5000円ちょいです。片付けなさい。すいません。私の責任です。2段ベッドの下で寝ます。上はですね、ギシギシになるんですよ。2段ベッドって。で、今、この女神、あ、そうだ。ちょっと待ってください。女探しに行こうぜ。ああ、もうなんかでもないな。今ここにいます。そう、ギシギシ言うので、エロいので、エロいの良くないので。ん？上半身は上、下半身は下。真っ二つか。そう、女神湖ってとこにいます。これ人工湖だったって確か聞いたことあるんですけどね。ヤマメ。で、このゆるキャラの名前は、なんて書いてある？これ。蓼科って書いてある。ママだな。ちょっと待ってください。どこも楽しそうで迷っちゃうって書いてますね。このキャラクターどれだ？これか。マスコットキャラクター、シーナちゃん。なぜシーナちゃん？蓼科のシーナだから？シーナちゃんなのか。で、ポケットから牛が。この牛は生なんですかね？それともピョン吉的なやつなのかな？ 耳飾りがっていうか耳がリンゴなのか、これもしかして。あと上はこれスズランですね。帽子の上の方は。いや、そんなことはいいんですけどね。そこ電波ある。あ、ここはですね、無線 LAN。無線 LAN が使えるんですよ、今。この建物の中。どうでもいいよ。すいません。でですね、明日、そうだ。ですね、今日の大河原峠の、配信まともにできなかったから、その時の動画でも見せようと思って。ちょっと待ってください。今、デジカメで。二次元の女子。二次元の女子については、あんまり多く語ると色々と問題がありそうだな。我々の世代だったら二次元関係ないなんて人はまずいないと思うんですよね。どのぐらい自分の根幹にその食い、あの食い込んでるかっていうのについてはあんまり深く言う人いませんよね。ちょっと待ってください。そう、デジカメの、動画どれだ？動画。次元ってルパンの。あれ？どこだ？ちょっと待ってください。大柄峠です。に今日行ってきました。天気悪くて寒かったです。むちゃくちゃ。思ってですよね。この写りで。う。カルツァイス、素子がすごい、素子かな、何がそのすごいのか知らないんですけど。あれ？どこ行った？動画って一番最後とか一番最初に並んでしまうんだっけ？ちょっと待ってくださいね。あれ？ない。かしからん。けしからんか。うまくいかなかったな。動画だけの、どこ？ iPhone カメラ。いや、iPhone カメラも5のやつはかなり性能いいですね。拙者に関して言うと、この RX100 よりも扱いやすいです。映ってなかったらちょっと悲しいな。動画撮れなかったんで悔しくて。まだしこるって言ってんのか。このしこるスキーが。そう、これ今日炒めて食べました。結構美味しかったですね。こんな。あ、今なんか出たな。ちょっと。なんで出た？ちょっと待ってください。今、削除じゃなくて、盗んだズッキーニで走り出す。これ。今なんか出たのどこだ？このシコルスキーって何でしたっけ？矢印で切り替え画面が？あった、本当だ。こんばんは。これか？違う。これか、AVCHD か。ああ、これか。あ、
過去の動画で撮れてないじゃないか、これ。こんなんです。音は？ちょっと待って、音。あ、あなたのこと。これでよし。ああ、ピントが合わなくなった。今度はウェブカメラの方の。合ってるかな？こんなとこでした。もう真っ白けでございました。で、ちょうどこの時登山の人たちが歩いて出てきて、これからバスで帰るとこでした。ぬくぬくとバスで帰りやがってってちょっと思いましたね。そう、前来た時はすごい快晴で綺麗だったんですけどね。で、明日これのリベンジをちょっと考えたんですけど、明日も天気悪そうなんですよね。ちょっと待ってください。iPhone で明日の天気予報がですね、自然。ちょっと待ってください。これです。明日の天気予報こうなんですよ、この辺り。あったかいところ嫌だ。接客じゃない。せっかく一緒に来てんのに。明日曇りばっかりなんですよ、この辺り。そう、峠攻めたら大時間かかりました。標高差1400か1500で、まあ、昼寝の時間とか全部入れてたとして、7時間ぐらいかかったか。8時間かかったか。フラッシャーの位置が微妙。フラッシャー。サドルバッグないならサドルのレールに。サドルのレールか。ああ、それいいかもしれないですね。確かに。でも、あれって1本のパイプに取り付けるかな、工具しかついてないから、工具っていうか、アタッチメントしかないので、工夫しなきゃダメですよ、そうなると。山の天気。あとですね、私が、自転車で。私が、YouTube 今日は撮れてないんですよ、後半。GoPro が止まりやがって。GoPro がですね、充電受け付けなくなっちゃったんですよ。で、ちなみに、バイクの調子は今のところ全然問題なしです。で、これは何かっていうと、私が住んでる中山の明日の天気予報なんですけど、なんだ30度ぐらいか。もっと暑くなってくれないと、その避暑に来てる気分が盛り上がらないじゃないですか。35度ぐらい行ってくださいよ、明日。中山のあたりとか。今なんか怒ったこと言ったっけ？ 地元は32度。ああ、なかなか。GoPro が久しぶりに不具合出ました。GoPro ちなみにこれなんですけどね。ん？フロントキャリアはですね、フロントキャリアなぜ付けなくなったかっていうと、後ろ荷重の方が峠登るときに、道が悪いときに滑らないんで。あ、読み上げは今これヘッドセットで聞いてるんで、基本的にミックスされてないんですよ。かすかに音漏れでしか聞こえないはずです。ん？少々が。あ、自分だけ良ければってその話か。そうそう。ピント今合わなかったですね。GoPro 有名ですね。今日バイクで来てる人も、仲間で GoPro 頭につけ、ヘルメットにつけて走ってるやついっぱいいるって言ってました。東京43、34とか43度って危ないな。43度ったら煮えますね。34度かなかなかですね。それはなかなかいい気分になります。で、明日はとりあえず、女神湖の近くの、どこ行ったっけ？一般的というか、本当に頭につけてる人今多いらしいんですよ。これ、この近くの無料の、多分9時ぐらいからやってる、蓼科牧場っていうとこから、GoPro、いや、それも考えて、明日晴れたら大洗峠に戻ろうとも考えてたんですよ。でも天気悪そうだから意味ないや。アルパカが入ってるらしいんで、今。どこに、あ、そうそう、これ。ニューフェイス、アルパカ。ニューパカ。が、あ、でも今いるのかな、これって。ん？頭に。アルパカ人気ですよね、このムクッとした感じが。アルパカとシーナちゃん。ツバハク、それラクダじゃなかったっけ？クラレ。でも、なんか、私みたいに43歳の一人旅の自転車男が行くようなとこではなさそうにも見えますね。ヘルメット、そう、埋め込めるぐらい低くできると本当に有利なんですよ。ただ、埋め込むっていう風に削ってしまうと 強度的に問題があるかな。テレビ CM？ ん？テレビ CM？ っていうのは、
お前たちがいるかな。43、私は42歳ですけどね。あ、東白樺湖ってあるのか、白樺湖じゃなくて。正面に、アルパカ本当なんですか？へえ。そう、私が、さっき旅行の話をみんなとしてるときに、過去の自分のレポートを見せながらやったんですけど、10年前とか13年前とかのレポートだったの、今見たら。24。え、どっからその設定が。で、チェストハーネス。そう、落差で言うと絶対そうですよね。ちなみに、女神湖のあたりは最近こういうの売ってるらしいです。ピント、合ってるかな。蓼科オムレツライス。蓼科産コシヒカリ。蓼科牛。38歳？そうですね。4年ぐらい経ってるからそうですかね。38歳だったっけ、あの時って。オムツライス。なんでそこまで無理して。卒業アルバム配信。なんすか、それ。本当は明日どっちに降りるかな？ 2008、私2009年だな。2009年が確か初自転車配信やった土地です。いや、なんすかって？2009年の4月か5月ぐらいでしたね。夏休みは北海道に行きたいです。ただちょっと盆にですね、初盆で実家に帰ったり、祖母が亡くなったんで、あとは、ちょっと会社の方の仕事の関係でですね、1週間休むとやばい時期なんですよ、今。2009、そうですね。で、祖母はもう90過ぎましたからね、亡くなる時点で。で、女神湖から、西の方に行ったら、この芦田宿っていう、芦田かな？仕事をやってますよ、仕事。バリバリ働いてますよ。嘘です。バリバリ働いてません。いや、そこまで生きるのも問題あるな。働いてます。この芦田宿っていうとこ全然誰も知らなかったんですよ。今日聞いてみたら。道博の人に。こっちの方に行ったらなんかあるかな。行ったことないとこ行きたいんですよね。どうせ天気悪いんだったら。盆に休むこと。真夏の島並み。島並みか、暑そうだな。ってすんな。聞いたことないですよね。あと、望月塾って、望月ってのはこの辺りの町の名前で、望月なんとかってのはよく聞いたことあるんですけどね。霧ヶ峰はですね、霧ヶ峰はもうちょっと南に下ってから西の方かな。いや、違う。確か私が2年ぐらい前にこっち来た時は、こう、あれ？これそもそも、あ、ないですか？あそこは。そう、霧ヶ峰キャンプ場で前泊まりましたよ。で、霧ヶ峰キャンプ場に泊まった時の写真がですね、って何やってんだ一体。泊まった時の写真が、さっき好評でした。霧ヶ峰の写真は、あ、さっき渡したので最後か。この名刺の、あ、に、その霧ヶ峰キャンプ場の時の写真があったんですけど、さっき、他の人に渡しちゃって、残ってませんでした。そうか、あれが最後だったか、持ってきた中では。三菱製。霧ヶ峰って三菱でしたっけ？そう、あ、そうそう、アナグマの時、アナグマ。アナグマなんかベタっとしてて可愛かったですよ、顔が。サインの名刺。ユーザー生放送の生主のサインっていうのは、意味あんのか？ 私は少なくとも生放送で自分のキャラクターは売ろうとしてないんで。私のキャラクターよりもその旅行自体見てください。旅行。日立か、霧ヶ峰は。で、霧ヶ峰キャンプ場はもうちょっとこの辺りだと思うんですよね。違ったかな。だからこれなんか東西南北が少しずれてるような、真上が北じゃないようにも見えるな。で、明日は、今日できるだけ早く寝て6時ぐらいに起きてから考えますかね。芸能人。私はそう思われたくないし、自分でもそう。ああ、でもこんだけいろんな、いろいいっぱいコメントもらってたら、増長してるところありますね、自分の中には、絶対に。でもそれをそうならないようにしたいと思ってる人間です。ひんやり、今ですね、T シャツ1枚だと寒いんですよ。2段ベッドだけど1人、そうなんです。これ、そこがいいというか、まあそうな、あの、増長する方向になりたくないっていう願望があるんですよね。音質、あ、そうそう。今、このヘッドセットなんですけど、いつもの、
お高いオーディオテクニカの、マイクよりも、この1000円のヘッドセットのマイクの方が音いいんですよ、なぜか。なんかこれ強調してあるんですかね、音。加湿器、またこのシャツ下に着てます。なんですけど寒いんで上に1枚着ました。さて、あと時間は7分か。紙 T シャツ1枚しかないです。よいしょ。よいしょ。ほんと寒いんですよ、こっち。外に出たらかなり寒いと思います。オーディオテクニカ、2000円か3000円くらいかな。いや、3000円しなかったかな。よいしょ。ふぅ。風呂、入りました。ですね。集音範囲か。まあ、口元により近いってなりますよね。ベタベタシール。タバコの焦げ跡シールとかですか。このネタわかる人、やっぱ40代ぐらいかな。タバコの焦げ跡シールとか、障子に開けた穴シールとか、いたずらシールっていうのが昔にビックリマンとよりも少し前にあってですね。そうそう、あのテーブル。あれが大学の時に使ってたとか、なんかそういう私がさっき言ってたやつです。弾丸シール、コンセントシールあったな。っていうか、すみません、これも超ピンポイントですね、年代的に。明日はですね、どっちに行くかによって配信できるかどうか、電波悪いんじゃないかな。とりあえず朝、牧場、ふれあい牧場っていうのに行って、アルパカ見てこようと思ってるんで、そこでは配信できると思います、9時ぐらい、9時から。なめ猫はちょっと子供っぽいかなと思ってたかな。ピコタン、知らないピコタン。餅は、今日は結局食材は残ったのはラーメンの1食分だけでしたね。明日も自炊、そうですね。とつ無理だ。ケイン特性、それ私の普通の通勤時じゃないですか。その時に突されても困りますよ。生主としての対応はできませんから。アルパカは、今なんて書いてあった？妨害か。初めて触れたゲーム機は、友達ん家で触ったのはセガマーク、違う違う、ファミコンです。で、自分で初めて買ったのは中古で1000円で買ったセガマーク3です。短冊、流れた。短冊ってあれか、明日な、七夕だからか。棚からバタ餅、七夕。犬。景品トーク、そうです。通勤で使ってます。ほんと混むんですよ、あれ。ゲームウォッチ、そうだ。初めてのゲーム機って言ったらゲームウォッチだ。ロボットファクトリーっていう1980円の液晶ゲーム機があってですね。ゲームウォッチのパチモンみたいなやつが。バタ餅、棚からバタ餅。いや、七夕はそれの略かなと思って。FF 音源パック。セガマーク3のオプションですね。セガマスターシステムにはもう最初から FM 音源ついてましたけど。ちょっと夜喋りすぎかな。どのぐらい隣に聞こえるかわかんないけど。マンホール？セガマーク3で R タイプとか遊んでましたよ。R タイプよくできてましたよ。すいません、こういうネタに振ると、ごく一部を除いてみんな置いてきぼりにしますからね、ネタ的に。自分で振っときながら申し訳ないですけど。どのぐらいかな、今声聞くんで。まあそうですね。0時前だからまだそんなに。初輪行おめでとうございます。慣れてしまえばどんどん楽になりますから。そう、最初の敷居はかなりでかいですね。これはコンクリ製じゃないかな、多分。電波。私はシューティングはそこそこ、シューティングがあまり特化される前の世代までですね。すいません。忍者スレイヤーネタも、今ここは無線 LAN が使えるんですよ。この宿の、ユースホステルの、ひで部屋。すいません。私が散らかしてるからですね。まあ、部屋自体もどのぐらい経ってんだろう。50年以上経ってるはずだから。カセットビジョンは、カセットビジョンは最初に見たんだったかな。でも持ってる人いなかったよな、確か。20代。そうですね。いや、実際そうですよ。東宝は何が好き？ゆっくりレイム。とか言うとまたなんかネタされそうだな。東宝はどういう、どこあたりそこまでフリークができるのかっていうのが分かってないんですよね。あれはどのあたりがいいものなんだろう。パソコンじゃない、パソコン198。なんだろ
東派の魅力、いや、否定はしないんですけどね。否定はしないけども、ただ分かってない。うん。千円バーガーって何ですか？さて、時間は合ってしまいましたね。全方位ネタ。ネタが多い。あ、東方のって、ああ、なんかそういろんなものが絡めてネタとして、千バーガー知らないです。あ、すいません、これ使わないベッドの布団なんで、あんまりいじらない方がいいですね。マクドナルド千バーガー何それ？上に。今、とりあえずよじ登ってみただけです。ネタがないんで。で、ネタがないんで横になってみました。いや、ニュースとかテレビ自体全く見てないんで、私。明日はまあ9時ぐらいに、9時から配信できるかな。ふれあい牧場で。外ですか。ちょっとこれ降りるの怖いな。ヤフーニュース。それもほとんど見てないですね。だから、今はその元号が何かっていうのぐらいはわかるけども、それ以外の日本人の常識はほぼないな。あと、アベノミクス言ってるから、安倍さんが総理ってことは知ってる。外見えないな。日限定。ちょっと明るくしてみましょうか。室内しか映ってねえ。だって街灯あんまりないしな、ここ。コンプリートしました。全然映ってないな。壇蜜、名前は知ってますけど、男性か女性かも知らないです。ダメだな、こりゃ。監獄。いや、でも、これ一人で使わせてもらってるのはかなり贅沢だと思うけどな。そのレベルの、いや、もう少しは知ってるけど。でもまあ、ほぼそのぐらいだと思ってもらった方がいいですね。そうか、まだ開けてみるか。宮崎勉、駿じゃない人ですね。あ、泊まってる人、あと3人います。次は、いや、1枠しかないです。そう、虫が入るんでちょっと。何か見えますか？ボディビルダーなの？あ、そうなんだ。何が映ってる？これ。あ、もう虫が入ってきてしまった。あ、やばい。あ、お疲れ様です。ジブリ映画、耳を澄ませば見たことないけど。いいよっと。じゃあ、こういうことで、30分最後の方何のネタもなかったですけどね。まあ、明日また、フレー牧場ぐらいは配信しようと思います。じゃあ、おやすみなさい。